にちは。番組ナビゲーターの西村千穂です。先月の岐阜市情報チャンネルでは、岐阜市を拠点に活躍するスポーツ選手たちを迎え、スポーツ選手から学ぶ体づくりをテーマにお送りしましたが、実は放送時間の都合で全てをお伝えすることができませんでした。そこで今回の岐阜市情報チャンネルでは、未公開の選手の情報と先月好評だった一人でもできるトレーニング方法などを合わせてお届けしますよ。それでは番組に出演してくれたスポーツ選手の紹介です。まずは B3 リーグに所属するプロバスケットボールチーム岐阜スープスの荒川亮也選手です。こんにちは。こんにちは。爽やかですね。ありがとうございます。自己紹介お願いします。はい、岐阜スープス背番号33番の荒川亮也です。よろしくお願いします。僕のポジションは、ポイントガードというポジションで、自分の持ち味は、戦術になるんですけど、ピックアンドロールというプレーが得意で、その中でこう自分の得点を決めたりアシストをしたりするのが得意です。 V リーグディビジョン 2、 V2 リーグに所属する女子バレーボールチーム JA 岐阜リオレーナの梅田里奈子選手です。こんにちは。こんにちは。JA 岐阜リオレーナ背番号3番の梅田里奈子です。よろしくお願いします。私のポジションはアウトサイドヒッターといって、いわゆるスパイカー、得点を取るポジションなんですけど、持ち味としては高い打点から打つスパイクが自分の持ち味だと思っています。続いては本日リモートで出演の日本プロサッカーリーグ J リーグに加盟するプロサッカークラブ FC 岐阜の甲斐健太郎選手です。はい、FC 岐阜の、背番号4番の甲斐健太郎です。ポジションは、ディフェンスやってます。よろしくお願いします。今年はキャプテンとしてチームを引っ張っている甲斐選手ですが、ぜひ持ち味も教えてください。はい、僕個人の、持ち味は、ディフェンスの選手なんで、相手のフォワードにシュートを打たせないであったり、ヘディングで負けないであったり、そういった、対人プレーを得意としています。ということで皆さんよろしくお願いします。このコロナ禍でオフも含め心がけていることを聞いてみましょう。昨年から新型コロナウイルスの蔓延で、さまざまな制約ができたかと思いますけれども、感染予防とか体、モチベーションの維持で何か気をつけていることってありますか？あんまり特に手洗いうがい等っていうのは、気をつけてやってるんですけど、体に関してはいつも早寝早起きであったり、3食しっかり食べるであったり、栄養バランスっていう部分では、いつもと特にやってることは変わらずに体に気を使ってやっています。早寝早起きしてるんですね。早寝早起きしてます。チームスポーツですけれども、やっぱりこう大勢でこうスポーツバスケットボールやる上で何か気をつけてることはあるんですか？そうですね、どうしてもやっぱりボールであったりこうチームで共有するものは多いので、こまめに消毒をしたりであったり、そうですね、マスクの着用を徹底したりっていうのはやっぱチームでは徹底してやっています。そうですね。そのあたり梅田選手どうですか？はい、私も手洗いうがいマスクは基本として欠かさずやっているのに加えて、先ほど荒川選手もおっしゃってたんですけど、やっぱり睡眠不足であったり栄養不足は免疫力の低下につながるってすごく感じるので、やっぱり食事の面とか睡眠時間には気を使っていますね。しっかりやっぱり皆さん睡眠とって栄養とってやってらっしゃるんですね。甲斐選手はどうですか？何か気をつけていることとかありますか？
はい、やっぱりコロナ前はみんなでご飯とか、よく行ってたんですけど、まあコロナが蔓延しだしてからは、まあ、食事の場がやっぱり一番危険、感染リスクが高いっていうのはチームの中で、話しているので、まあそれぞれが、しっかりとコンディション維持のために食事であったり睡眠であったり、まあ皆さんと言うこと一緒になっちゃうんですけど、まあそういった面は、気をつけながら落ちないようにしてやっています。うん、そうなんですね。やっぱり その辺はもう基本ですけど、しっかり徹底してやって、ね、でもあの食事みんなで行けなくなったりするのは寂しいですよね。ね、寂しいですね、はい、もう早く、ね、戻ってきてほしいですよね、はい、それでは先月好評だった選手たちの一人でもできるトレーニング方法です。さあここからはテレビを見ている小中学生の皆さん、一番知りたいところなんじゃないでしょうか。一人でもできるトレーニング方法を紹介していただきたいと思います。まずは甲斐選手。はい、僕が紹介するトレーニングは、サイドベンチというトレーニングです。今日はコロナ禍での体作りとして一人でできるトレーニングを紹介したいと思います。僕がやっているトレーニングは体幹トレーニングです。はい、ではじゃあ実際にやっていきたいと思います。今日やるのはサイドベンチっていう種類なんですけど、まず体を横に寝かせて、膝立ちになって肩で足上げます。でここが落ちないように、腰が落ちないように、足と体が頭の先と足の先まで一直線になるようにしっかりと、固定して、これを30秒ぐらいを左右3から5セットぐらいを、自宅で、いつもやっています。まあ相手とのぶつかりであったり、いわゆるフィジカル面での、当たり負けであったり、そういったことがなくなって勝てるようになると思います。はい、ありがとうございます。では続いて上田選手も一人でできるトレーニング法を教えてください。はい、バレーボールは指先とか腕を使うんですけど、まあ、その感覚を鍛えるために腕でリフティングっていうのがあるんですけど、まあ、ボールバレーボールでもいいですし、少し軽いボールでもいいんですけど、片手ずっと片手とか交互とかっていう風にボールをちょっと弾ませる。でそれをできるだけ自分が動かないようにその場でできるようになってくると、すごい安定して上手にできてるなっていう感じです。あとは壁に向かって、オーバーパスの形でボールをトントントンとするんですけど、それも、オーバーハンドパスする際の、指先の感覚だったり手首の使い方を鍛える部分では、すごく大切なことだと思うので、まあ、家だったり、まあ、家の外中だったらちょっとボールを軽いものにして危なくないようにしたりとか、そういったものがあれば一人でもできるので、ぜひやっていただきたいなと思います。はい、僕が、やる、家でできるようなトレーニングは、まあ、シュートの練習になるんですけど、まあ、お家でもボール一つあればできるので皆さんぜひやってみてください。まず最初に床に寝っ転がります。で、簡単に言えばこのまま真上にシュート打つ練習なんですけど、中学生であったり筋肉がついてこればだいぶ高いところに飛ばせると思うんですけど、これで意識してほしいことはできるだけ同じ高さを意識してやることです。で例えば天井があると思うんですけど、届く人はもう天井スレスレまで上げてしっかりここに帰ってくるように練習することで、小学生であったり小さい子はあんまり上に届かないと思うので、低い高さでもしっかり出したところから真下に帰ってくるようにやってみてください。以上です。いつもギフスープスの応援ありがとうございます。まあ、個人的には、今シーズンで3シーズン目になるんですけど、
まあ、1シーズン目は新型コロナウイルスの影響で、まあ、僕が加入して2試合で試合が中止となってしまって、まあ、昨シーズンも、まあ、自分は怪我の影響で、まあ、半分しか出ることができなかったので、まあ、今シーズンこそ怪我をせずに、まあ、勝負の年だと思っておりますので、まあ、今シーズンこそ、まあ、個人としてもしっかり結果を残せるように頑張りたいと思いますし、やっぱギフスープス今シーズンは、まあ、メンバーも入れ替わって、かなり若い選手であったり大きい選手っていうのもどんどん入ってきてて、まあ、新生ギフスープスを、今シーズンをお見せできることができると思いますので、今シーズンも、たくさん熱いブーストをよろしくお願いいたします。新生ギフスープス期待してますね。ありがとうございます。頑張ります。では続いて上田選手もお願いします。はい、いつもリオレーナに熱く温かい声援をありがとうございます。チームとしては V1 昇格が目標で毎日練習に励んでいるんですが、昨シーズンはコロナウイルスの影響で最後まで戦い抜くことができず、V1 昇格という目標も叶えることができなかったので、今年もその目標を全員持って今向かってやっている状況です。個人としてはホームゲーム、岐阜県での試合が何回かあるんですが、その中に飛騨高山のビッグアリーナで行われる予定があって、私出身は下呂市なんですけど、高校の3年間を高山の地で過ごしたので、すごい思い入れのある場所ではあるので、そういった場所でお世話になった方や支えてくれた方や高山の子どもたちに感動を与えられるようなプレーがしたいなという今の願いがあるので、まだリーグ始まるまでは少し時間があるんですけど、そこまで自分の課題と向き合いながら個人のスキルも上げて、チームとしてももっとチーム力を上げて今回のリーグを戦い抜けるようにしたいなと思っています。地元岐阜の人に元気を与えられるような、そんなプレーを楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。では甲斐選手も今シーズン後半戦への意気込み聞かせてください。はい、まずいつも、FC 岐阜に熱い応援をたくさんいただいてありがとうございます。FC 岐阜の今シーズンの、抱負は、まあ、今シーズンもう半分終わって、夏が終わるぐらいに、後期が始まるんですけど、今8点下の暫定3位で、まずやっぱり残りの半分の試合で優勝を目指して戦っていくっていうのと、今 FC 岐阜は J リーグの、J3 で戦っているんですけど、まあ、今シーズン2シーズン目になるんですけど、 J3 が今シーズンこそ、J2 に戻って、来シーズンを J2 で、来シーズン以降を J2 より上のカテゴリーで戦えるように、していきたいので、まず優勝2位以内っていうのは目標です。まあ、個人としてはやっぱりディフェンスの選手なんで、いかに失点数を減らしてっていうのが、求められるところだと思うんで、その辺はしっかりこだわってやっていきたいなって思っています。ということで、皆さんの目標に向かって頑張ってください。はい、チームスポーツで頑張っている小中学生みんな、未来のヒーローヒロイン応援しています。コロナに負けるな。